なあ、学校ってなんか食い物売ってるとこないのか。お前は食べ物のことしか考えてないのか。私もお腹空いちゃったみたい。確か購買があったはずだけど、行ってみる？ああ、教科書類に日用雑貨、一通りのものは揃っているようだな。いらっしゃいませ。今焼きたてのパンが入ったんだけど、どうですか？おお、うまそう。いただきます。うん、うまい。すげえうまいぞこれ。私、パン屋になったばかりだけど味は保証するよ。購買に焼きたてのパンが売ってるなんてびっくりしました。今日から学校に置かせてもらうことになったの。よろしくね。アリシア、パン持ってきたよ。あ、メロキン、ずいぶん時間かかったね。何してたの？南部にしか生息しない珍しい蝶を見つけてさ、つい観察しちゃって。もう、初めてのお客さんが来てくれてるんだよ。いや、いらっしゃい。よかったら食べてみてくれ。ウェルキンにアリシア？なんか聞いたことがあるような。あなたたちは先の帝国との戦いでガリアを勝利へと導いたウェルキン・ギュンター少尉にアリシア・メルキオット軍曹ではないですか。あれ、知ってるのかい？その通り、僕はウェルキン・ギュンターだよ。もう軍は退役したから少尉ではないけどね。私はアリシア・メ…じゃなかった、アリシア・ギュンターだよ。ギュンター？もしかしてお二人は結婚されたんですか？うん、ついこの間ね。しかし、先の戦いの英雄がなぜランシルに？僕は教師になったんだよ。初めての赴任先がここ南部ガリアだったんだ。最近アリシアと一緒にブルールからこの近くに移り住んできたんだよ。それでここにパンを置かせてもらうことになったの。それにしても南部には珍しい昆虫がたくさん生息していて楽しいね。この前もカブトムシの観察をしていたら知らない間に日が暮れていて。もういつまで経っても帰ってこないから心配したんだよ。ごめんよ。おっと、新しいパンが焼ける時間だよ。うん、それじゃあパンを焼いて待ってるから、いつでも遊びに来てね。何かわからないことや聞きたいことがあったら声をかけてくれよ。英雄と呼ばれていた人物がまさかランシルにいるとはな。いや、英雄ってのはパンもうまく焼けるんだな。すげえよ。お前と話してると頭が痛くなってくる。